オーベニゴ号館は、豆ネムノキやか、ベニゴ号館属の熱帯性常緑低木。日本では12月の5月に化粧パフに似た、真っ赤な半球形の10センチメートル近い花を咲かせる。外見はネムノキによく似る。ネムノキは、シンボルツリーとして、庭に植えられることも多いが放っておくと10メートル近い大木に育ってしまうので、それなりの広いスペースを確保するか、大きくなりすぎないように。 適時剪定を行うなどが必要となってくる。大使本種は受高3メートル程度であり、これは近年シンボルツリーとして人気の高い時は山帽子と同程度の大きさであり、ネムの木ほど広いスペースを確保しなくとも栽培可能である。糸状に飛び出している赤い部分はおしべである。花弁は中心付近に集まっており、色は主に赤、紫、青。 園芸品種としてユーズ髄が白いものもある。原産地は、ボリビア、ペルー、ブラジル。和名であるオーベニゴーカンのほか、カリアンドラ、カリアンドラハエマトケファラ、ベニゴカ、赤バナブラシマメなどの名で呼ばれる。同族の禁煙種にカリアンドラエリオフィラ和名を、クレナイネム、または、非合館と呼ばれている種がある。こちらは、 本種よりさらに小型で1メートルほどの小低木であり、本種と同じように園芸品種となっているが、樹高だけでなく早花も、本種より小さいので見た目の華やかさでは、若干本種よりも劣る面がある。しかし半面より狭いスペースでも栽培可能であるというメリットもあるのでネームの木を、覆面庭のスペースなどに応じて、これらのうちどれを植えるかを選択すると良い。ありがとうございます。